どうも競馬予想チャンネルです。機種メーカーもついに5人目となりまして、今週は岩田康成騎手を特集します。えー、ちょうど前回次は誰がいいでしょうということでリクエストを取ったんですけども、川田棋士、福永騎手、岩田騎手、ちょうど1票ずつコメントいただきました。でその中でも岩田騎手に対するコメントのメッセージにすごく熱いものを感じましたので、えー、今週は岩田騎手にしました。来週、再来週と川田機種 やっていいいきたいと思いますのでぜひぜひご覧くださいではいつも通り本題の前にエピソードと基本データ見ていきましょう。えー、岩田騎1974年生まれということで今年44歳になります。でえー、初めて JRA1 日単位で参戦していたのが1999年そして移籍したのが2006年ですのでもうかれこれ12年ぐらい経ちますね。 えー、ちょっと面白いのが嫌いな食べ物サバ寿司とセロリということであまあそうですねどっちも癖があってなるほどなという感じですねそしてエピソードでまあ岩田騎手といえばですね、まあ、やっぱりあの独特の騎乗ームでちょっとまず見てみましょうか コースに向かいました。先頭はマジンクロスパーマジンクロスパーそして追い込んでくるのがカレンちゃんカレンちゃんさらには11番パドトロは200は通過した外からは16番ロードカナルは、ロードカナルはカレンちゃんロードカナルは、ロードカナルはカ,カレンちゃん2番手だロードカナルはゴールインロードカナルは。ということでですね、えー、まあこれはロードカナル スプリンターステークスを勝った時のレースなんですけども、ちょっとレースより正直、小林さんのロードかなろというあの実況がですね、当時は面白くては、もう今思い出してもちょっと笑えちゃうんですけど、まあそうですね、この独特の騎乗フォーム、馬の背中にお尻をつける、一部では餅つき騎乗なんて言われてますけど、これがまあ岩田騎手らしさって感じですかね。で、そのたけ馬ばからのライバル、小牧太敷氏は、岩田騎手がデビューした時のことを、こういうこう天才、 っっていうんやなと思ったと思た、まあ、特にスタートがすごくうまくてもう群を抜いていたと、まあ、それほど評価をしているそうです、えー、そして、まあ、今話した馬上ダンサーとも言われる独特の騎乗フォームは賛否両論ありますが元 JRA 騎手の藤田真二さんは、まあ、もちろんこの岩田騎手はレース感があって、まあ、勝ちにこだわっていると評価をする一方馬の背中を痛めてしまうという理由で絶対に認めたくないと否定をしている一人です そして、えーまあ、最後にエピソードですね、まあ、いかつい表情や無口なとき、また逆にちょけてふざけるときなど、まあ、ちょっと印象とテンションがなかなかつかみにくい一面あるんですが、今年正月の園田競馬のイベントでは、なんとニャンコスターのモノマネを披露するなど、ファンサービス旺勢な一面もあるんですね、これもちょっと動画を見てみましょう。 とということで、まあ、ちょっとね表情は、まあ、クールだったりするとき多いんですけども、まあ、このようにファンを楽しませてくれる一面もあってなんか温かい面もあるのかなと思っちゃいますね、えー、では続いて、まあ、本題に早速入っていきましょうで、えー、まあ2017年の成績ですね、まあ 3着内率29.8%ということで、まあ、それなりに高いんですが、まあ、ちょっと勝率9.9%ということで、なかなか勝ちきれない1年でしたね。まあ、とはいえ、えー、一時期の、まあ、ドスランプ2016年、まあ、みんな言われてますけど、本当に、えー、まあ68勝でしたかね、それぐらいまで落ち込んだときから比べれば、えー、だいぶ復調してきたんではないでしょうか。で、障害成績、えー、まあ勝率12.6%、連帯率24.4ですので、まあ、ここは高いですね。 3着内率も35.5%ですのでやはり普通の機種から比べればかなり上手な機種と言えますでは続いて得意条件人気馬はコース別で見ていきますまず一番人気この場合は3着内率61.1%と高くなっております10回中6回は来てくれる計算になりますのでそれなりに信用できる数字だと思います ダートの不良ですね。これ、芝田アートで天候別で見てみると、まあ、このダート不良が一番数値的にはいい条件です。そして最後に中山ダート1200メートル。ここは三着内率46.7%となっておりますので、非常にいい成績です。また、中山ダートは全体で見ても三着内率41.7%と好成績となっております。では続いて、その他の買い時のまとめですね。 まず1点目、新潟外回り、こちらは勝ちきれないんですが、三着内率が非常に高くなっております。勝率が7.4%に対して、三着内率が51.9%となっております。ちなみに今日すべて言っているデータは過去、2017年の1年間の分析データです。そしてロ、ローカルダート 1007&1008 の数値が抜群にいいです。 函館、札幌、新潟、中京のダート、今の話した距離は、山頂内率がすべて40%を超えています。特に札幌ダート1 0 0は、山頂内率71.4%と高くなっておりますので、今年の夏も、この北海道シリーズン参戦するようであれば、ぜひ覚えておいてください。そして、東京、芝2000メートルは、勝てないが、山頂内率が高い。でこれも、まあ、あの昨年1年のデータですので、非常機会11回しかないんですが、 まあ勝率がゼロ、まあ、1回も勝てていないにもかかわらず3着内率は54.5%ともう2回に1回以上来ておりますのでここも覚えておいた方が良さそうですそして9社で高輩称なのが梅田9社3着内率が47.2%他だと橋田9社も好成績ですで最後に馬主別だと、えー、久保田善男さんですねあの韓国はドラゴンの方が多い方ですね ここが山地区内五パー62.5%、その他ですとシェイク・モハメド殿下、ロード・ホース・クラブなどが好成績です。え最後に注意事項とポイント、えー、まあ地元、まあ普段いるのは関西ですので、ちょっと京都と阪神の話をしますが、京都では芝、阪神ではダートで買うと、こういった使い分けが効率的だと思います。 特に阪神では芝での勝率が昨年は5%以下でしたので特に阪神はダートの方が買い時ですそして関東遠征時は東京より中山が買い時東京では芝ダートともに勝率が5%以下でしたのでここも要チェックですまた2017年度は2着3着が多く勝ちきれない年でしたちなみに1着が83回2着が73回 3着が94回と3、まあ、着が多かったですので、まあ、ちょっとこの辺り傾向が続くのかどうか今年も見ていった方が良さそうですそして最後に、まあ、岩田騎手といえば印突き名人と言われるほど思いきのいい内をつく騎乗が魅力的ですね、まあ、狭いところも躊躇せずに突っ込んでくる、まあ、それもあって大穴演出することがあります、えー、ちなみにまあ外枠でもいつの間にか内枠に潜り組んで、えー、刺してくることもありますね マイルチャンピオンシップでのシンフォワードそしてダノンシャークと、まあ、この2つの大穴は記憶にある方もいらっしゃると思いますが、まあ、そういった意味で穴騎手としても魅力的だと思います以上今日は岩田康成棋手について見てきました本当にあの騎乗フォームは賛否両論あると思うんですが、まあ、個人的には見ていてダイナミックで楽しいですので、まあ、僕は好きですね、まあ、ただ 例えばあの乗り方をしたから勝ってるかというと、まあ、そこは違うと思っていて、えー、もう着差が2馬身3馬身つくような強い馬であれば、まあ、普通の乗り方でもかんあの勝てると思いますただ、えー、もし着差が鼻差とか首差とかもしくはずぶい馬に乗った時に、えー、もしかしたらあの乗り方だからこそ馬を知った激励して伸びているのかなという、まあ、そんなふうにも思っていますまあうまい騎手に変わりはないと思いますので今後もぜひ 罰金検討の際はま頼りにしていきたい機種だなと思いますでは本日も動画を最後までご覧いただいてありがとうございましたではまた